というわけでね、あの前編で、作品を決めたんですけど、はい、ここからはその何曜日に何をやるかっていうのを決めていこうと思うんですけど、大事ですね。大事ですよね、これ編成する側、映画館側としては何曜日に何をやってもらうかっていうのはすごく大事で、まあ当館の、料金的なことを、言うと、火曜日がレディースデーで、水曜日がメンズデーという感じで、土曜から金曜までの1週間、さてどこに何を置きますかですよ。そうですよね、まあ、まず、まあね、ちょっと映画館的な入るだろうという日は、はい、まあ、土日そのサービスで貸すね。そうですね、それ言っちゃいますまあいいですけどいいですけどなんかちょっと買ってますか。まあでも、はい、そのさっきあの前編の方であの話したみたいに、初日はちょっとお祭り感出したいですよね。そうですね、ってなるとやっぱり新橋探偵物語じゃないですかね。まあやっぱね、お祭り、お祭り、お祭り映画というかじゃあぶち上げでね、じゃあここに記入スタイルで、太いな、大丈夫新橋、それ書いてる間に考えてくださいね。そうですね、火曜メンズで、そうですよ、火曜メンズで、火曜レディース、そうですよ、月曜日っぽい映画ね、そうですよ、金曜日はちょっと最後もう一回ね、お帰りもらったんですね。月曜日、土曜日は新橋探偵物語決まりましたよ。日曜日はどうしますか。日曜日ね、でも日曜の夜ですからね。日曜日の夜はね、ちょっとやっぱりね、皆さんね、次の日から仕事だから、夜の時間帯って前の商店街っていうのも人が閑散としてきちゃうんですよ ね、 どんどんね、早いな、改装ってなりますもんね。だからこそ、そういう時間帯にあの映画を見に来てくれた人に、こう明日からも頑張ろうと思って帰ってほしいなと思うわけですよ。そうですね、ちょっと元気も出るってなると、もうあれじゃないですか、あいつじゃないですか、ストロングスタイル、ストロングスタイル、天塚萌え、ストロングスタイル、可愛いという癒されて癒されてもらって、愛しのデコトラ天使で、デコトラ天使に、じゃあ決定で、そうですねじゃあ日曜日は、愛しのデコトラ天使ですね。愛しの、本当にね、デコトラ天使の、ね、天塚さんも本当にか、本当に可愛いとしか明日からもお仕事頑張ってください、ね、の日曜日職場に来るんじゃないですか。じゃあ、まあ、土日が回ったところで、次は火水とか考えてみます。そうですね、ちょっと火水先に先に向いてみます。まあ、火曜日は、さっきも言ったようにレディースデー、レディースデー、やっぱり女性にも見てほしい作品が、ここに置かなきゃいけないってなると、もうこれもまあ一択ですよね。これもなんならね、作品紹介の時言ってるんだそうですね、そう、女性にも見てほしいって伏線回収、はい、そうですね、恋の豚、豚ちゃんを、豚ちゃんをね、の本当に女性にも見てほしいんですよね、これ本当に面白い。カズくんマリエちゃんのあれですか、そればっかり思い恋の豚ってなると、水曜日は男性に見てほしい、それはもう男性の坂見さんからこれぞっていうのがあれば見てほしいわね。2つあるんですけど、やっぱちょっとね、デコトラ天使とも被るんですけど、はいはいはい、やっぱり女優さんのパワー、はい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 、つないだ手を離して、あ、ですね、デコトラ天使の天塚さんももちろん可愛いんですけど、つないだ手の川上さんはなんかもう一個男心をくすぐるちょっと違うタイプですね。あ、そうですね、確かに強い女ですよね、デコトラ天使、残り3本、イカヨのクレヨンとマジカルミチコと鉄輪車に臭い、どうしますか。どうします、どっからどっから攻めますか。じゃあこの歯抜きになってる、歯抜きになってる、やりますか。
ね、流れ的にデコトラ恋歌つないだて、何がいいかな。ね、間一個過激ない、過激ない、爆弾爆弾を投入します。月曜日から、そうですね。まあ、仕事が始まった皆さんに、そうですね。週頭に頭をぶん殴られるような候補、ただで爆弾2つ残ってるんですか。ああ、そうですね。未開のクレヨンじゃないですか。未開のクレヨン、月曜未開のクレヨンですよ。文字通り首が飛びますからね。ね、爆弾。文字通り。文字通り。未開のクレヨンです。未開のクレヨン。未開のクレヨンに関しては多分あの他のなんかセレクト上映で OP を上映してる、うん、ところでもやってない、そうなんですよ、ね、劇場が多いんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと見たところなかった、じゃあもうある種元絵の元絵でしか見れない、でしかしかないんですけど、ここでしか見れない、ここ元絵推しみたいなところにもなってきますから、そうです、ぜひね、これは見ていただいて、かね、いやもうめっちゃ面白かったですタイトルから想像つかないですけどね。じゃああとは僕、木、マジカルイチコか、デスリーインシャニクサイ、どっちもね、いいんですけど、そうですね、金曜日は、ね、最後、そう、最終日ですからね、最終日の最終日、最終日も夜ですもんね、そうですよ、もうみんな仕事終わって5日間働いてお疲れ様って飲みに行くんじゃなくてうちに来てもらえるパワーのある作品が必要ですよ、これはこれはもうパワーとくればみんな大好き、みんな大好き絶倫者に臭い、絶倫者に臭い、じゃあもうこれで打ち上げて花火映画、花火映画もう、ね、絶倫者に臭いっていう文字を書いてるだけでちょっ と、ね、あの楽しいですもんね、なんかねあのちょっとメモするとき絶倫者に臭いは全部書いちゃうっていう全部書いちゃう、謎のあるあるが生まれましたね、あいいですねそのバランスがいいですよ、なんかそうですよね、水曜日が絶倫者に臭い、そしてじゃあで、マジカルイチコ、マジカルイチコ、これいいラインナップちゃいますこれはこういう感じ見えますかね、こういう感じで、もう一回読み上げさせてもらいますと、土曜が新橋探偵物語、日曜14日日曜が愛しのデコトラ天使、15日月曜日が未開のクレヨン、16日火曜日が恋の歌、17日水曜日つないだ手を離して、18日、木曜日マジカルミチコ、そして最終日19日の金曜日が絶倫者に臭いというわけで、10日のラインナップが今ここに決定いたしました。これでもう決定でよろしいでしょうか。いやもうよろしいですよ、もうこれでよろしいですよ、はい、どうですか、あの坂上さん、この全体を見て、美しいパワーとテクニックが、そうですね、全体のやっぱそう、どれ思い出してもやっぱいいですもんねいやそうですよ、いや本当そうですよ、どれも全体良かったんですけど、うん、特にいやー面白いことになるんじゃないですか。いやー本当ちょっと一回冷やかし半分でも見に行ってほしいですね。いや本当そうですね。まあ私たち2人もほとんどねほぼの OP で初めてピンク映画っていうものを見て、うん、面白いじゃんっつってもう2人で競い合うようにしていっぱい見たんですよね。まさに競い合うように。これ見ましたよ。あれ見ました。これ見ましたっつって言いながら。まあ、だからそういう若い人だったりとか今までピンク見たことないっていう人もなんかね冷やかし半分でもいいんで一回ちょっとね見ていただいてこのピンクの沼にねどっぷりと ね沼ですよ、沼ですよ、もう一回足を取られると抜け出さないですからね。これまた別の言い方ですけどカメ止めみたいな、あ映画好きな人ほどなんか、はい、多分こうなるんやろっていうのと、ちょっと斜め上、はいはいね、だいぶ上とかをポンと急に飛び越えられちゃうんで、そうなんです。それがピンクの魅力。それが魅力かもしれないですね。カメラを止めるのはちょっと映画好きほど最初
そうですね。バカにしてたら、あらってなりましたもんね、みんな。この感じちょっと似てるかもしれないですね。じゃあもうここで4月13日からの1週間でピンクデビューする人が増えてくれたら嬉しいなと。ピンク化計画です。元町で言うかピンク化計画。新しい何かが生まれますね、今。というわけで、改めまして元町映画館ですね、4月13日からの1週間、B ピクチャーズフェス、プラスフェス2018を上映いたします。上映作品は、ただいま決まりました、この7本となっておりますので、皆様、ぜひ足をお運びください。よろしくお願いします。坂上さん、何か言い残したことはありませんか？出し切りました。出し切りました。そう、ということです。それでは、何ですかね、さようなら。さようなら。ありがとうございました。ありがとうございました。また次回があれば。そうですね、次回があればまた構成の様子を、編成の様子を。ありがとうございました。